都議津町は長崎県の南部に位置し、西園木郡に属する町。町のキャッチコピーは、生活都市と、実、誰もが住みたくなる町へである。大村湾の南西岸、西園木半島の南東部に位置する。北は大村湾に面し、南部から西部にかけては長崎市、東部は西園木郡長与町に接する。町の西部は、 長崎市との境界をなす、道風竹岳、なずみ岳、えぼし岳などが連なる山。さらに、都ぎつ周辺は広く、埋め立てが行われ、主に工業地に利用されている。長崎市から通勤する人も多い。ただし、町内の河川はいずれも規模に乏しく、しばしば水不足に陥る。このため、長崎市域の再開が分からむ取水を行っており、 長与川が通る長与町に支援を受けることもある。長与町との関係は深く、中層隊は合同で行われる。長与町民は、多くの商業施設がある都議津町に買い物に行き、都議津町民は、長与駅の利用や、水不足時の支援を受ける。昭和、編集平成、編集詳細は、ことの開始を参照イオン都議津店、裏号都議津町役場、都議津警察署、 都議津港都議津図書館などが立地する。都議津町の行政の中心であり、交通の拠点でもある。埋め立て地が地区の大部分を占め、平坦である。クルリ港南部の丘陵地には、都議津町の水源の一つ、クルリダムがある。海岸沿いに住宅地、商工業用地がある。西英文中学校、高等学校佐速号全国でも進む学校として、 有名な私立成分中学校、高等学校、心身の発達に遅れのあると思われる子どもたちのための通園施設で、ある日ありの園がある。都議港側には商業施設も多く、2010年2月25日にミスターマックスを中心とする約25店舗のテナントが入る複合商業施設がオープンした。獅子川号長崎市近海地区と接する。 1959年に新たに都議津町に編入された地域で、それまでは村松村だった。給料地が多い。都議津町最大のダムである中山ダムがあり、本町の減水としての役割がある。四市川浄水場では、中山ダム、久留里ダム、西海川の水を浄化市町内の各家庭に送っている。西都議津号西都議津ニュータウン、金掘り団地、 七甲区など住宅地と工業地帯があるが、北部は丘陵地と大村湾に突き出た半島部である。半島部の先野の花は先の自然公園として整備されている。野田京浦号、本村里、浜田里と並ぶ都議津町の中心地区である。都議津カナリーホール、ユニクロや ABC マートなどを要する複合商業施設、ゲームセンター、飲食店、 山田電機などが立ち並ぶ。住宅街は少なく、都議津町の商業の中心地区となっている。浜田号行政場は、浜田里、小島田号の2地区に分かれる。住宅地と商工業用地を合わせ持ち、西園木郵便局、都議津コスモス会館、大型スーパーアイオン、ビデオレンタル店、三菱電機工場などがある。人口密度は、比較的高い。 ひなみごうししがわとくるり里に挟まれた区域。近接地域と同じく山がちである。海岸の埋め立て地に、とぎつ北小学校、とぎつ海と緑の運動公園などがある。さらに海岸寄りの埋め立て地は、ナフコ、コメリ、長崎バス、とぎつ北部ターミナルなどの大型施設が立ち並ぶ、商業区になっている。本村号の田里とと、同じく、国道206号沿いに、 多くの商業施設が立ち並ぶ。カビラ有料道路遺園で入り口があり、都議津町から長崎市新大区町に約15分で行ける。都議津町保健センター、長崎北病院、春山、洋服の青山、メガドンキホーテ、ケンタッキーフライドチキンなどがある。長崎市に隣接し、島地境に長崎外国語大学がある。本町第二庁舎上備消防はなく、 消防業務を長崎市に委託。私立町立市立町立市立町立市立町内に空港はない。最寄り空港は長崎空港。高速線で約25分。町内に鉄道駅はない。最寄り駅は長崎本線道の駅、長代駅。町自体に鉄道が通っておらず、バスの便は多いこともあって、鉄道の利用者は多くない。 ありがとうございます。